今日はカメラのストラップについてお話ししたいと思います。まず買った状態でついてくるのが、まあ例えばキャノンだったらキャノンって書いてあるストラップ。あと、まあソニーだったらソニーって書いてあるストラップなんですけども、まあもちろん機能は果たします。ただ問題点があって、そのまま使っちゃうとどうしても若干初心者っぽいし、あと旅先で ソニーとかキャノンとか書いたまんまストラップ使ってるとなんかどうにも盗難に遭いやすいような気がして、まあ、ちょっと不安になるっていう気持ちもあるので今回カメラのストラップ何かいいのないかなと思って色々探した結果こちらの商品に行き着きました今回ご紹介するのがピークデザインのリーシュというカメラストラップになりますこちらのいいところは まゴツゴツしてなくて、スタイリッシュ。ホームページでご覧いただいてもわかると思うんですが、まあ、なかなかおしゃれな感じで使えて、まあ、そんなにそのプロフェッショナルな感じは一切受けないですけども、街中で気軽に使うにはちょうどいいのかなと思います。はい。えちなみに、アマゾンでリーシュのストラップで検索すると、まあ、お値段が、まあ、今の段階で、 5,290円。現状で定価が5,832円の商品になってます。プライムで配達になっているので、まあ、かなり早い段階でお届け可能になってます。また、YouTube 上で、ピークデザインリーシュで検索すると、ま、いろいろと公式の動画も上がってますので、こちらでイメージっていうものを確認してもらえるといいかなと思います。それでは箱を開けていきましょう。 製品の箱がこんな感じで届きますなかなかスタイリッシュでコンパクトにまとまってますね側面は内容物の紹介で裏面裏面は製品のハイライトとなる写真を掲載してありますでまあこちらはお一つあるのが1% for the planet って書いてますけどもエシカルな社会貢献活動も ちゃんとやってますよっていうことでこちらすごく好感持てますねそれでは中を開けていきたいと思いますまず店頭でも使えるようなパッケージになっているので手前の前面のカバーがこうやって開くようになってますそれで中身がこんな感じで確認できるようになってますねでこちらで 説明しますとまずかけ方の紹介斜めがけ、まあ、肩からもかけるだけあと首にかけて両,両サイドで止めるタイプですねあとえー、っとアンカーマウントあとアンカーマウントを使ってカメラの 側面のネジの部分を使ってストラップを止めるようなアダプターというものもついていきますで次に長さの調節の説明がしてありまして 145cm から 81cm まで調節して使えますよっていう記載ですねで次にこのカメラの写真っていうのは重さのことを書いてまして 90kg まで耐えれますよっていう記載があります 外箱を開けたんですが中にも説明がありましてピークデザインの他の商品の説明、えっと、次にアンカーの取り付け方の説明がこちらに記載がありますでこちらの注意書きなんですけどもアンカーの線 紐の部分の,黄色の中の黄色の被覆が見えた場合はもう危ないから取り替えてくださいねと、まあ、あちぎれる前にちゃんと変えましょうねっていう注意書きですね。で次に取り付け場所の説明、まあ、標準的なタイプあと、まあ、そこにつけるっていうのも一つの手かなと。 まあ,あと両方を底につけて使うっていうのも一つ手段としてはありだと思いますで次にストラップの調節の仕方に関して書いてますまあこの指で指かけて上下することで伸び縮みしますよという記載ですね、はい、おでは次内容物いきますね 本体まだちょっとくっついたまんまです内容物ついきます収納用のポーチがまずついてますその中にまず登録用のカードそれと マニュアル込みでちょっと注意書きが書いてますね。で、取り付け方はちょうどこれでわかりやすいんですが、まあ、こんな感じでですね、紐の先っちょを通して引っ掛ける。本当にこうやって頭を、輪っかに頭を入れて、輪っかに頭を入れて通す。この 方式で取り付けます六角がついてます六角はこちらになりますがカメラの底の部分にネジ止めする場合に使います、まあ、このアダプターを使って止めるんですが 六角はそののための付属になりますねで。なかなか底面で止めるとさっきの箱みたいに、まあ、こんな感じで止まるんですけどもまあなかなか男の人的な目線でいうとこっちの方が見た目はかっこいいかもしれないです。 あと、リングが、リングが2つついてます。で、リングに関しては、金具が、まあ穴はついてるけど、まあそこに対して、このピークデザインのアンカーを取り付けるのは難しいっていう場合に、このリングを使って取り付けるようになってるみたいですね。ちょっと嬉しいのが、 ここにアンカーが2個入ってたんですがもともと本体に取り付けられてますので合計で4つアンカーがついていきます、はいはい、アンカー自体ですが 取り付けっていうのは、ここに滑らせて入れるような形になってます。こうですね。もう一度やりますね。ここに引っ掛けて、押し込む。なので簡単には取れないです。で、この紐の部分も、 頑丈になっているのでそんな簡単にはちぎれないと思います取り外す時は少し押して取らないと取れないようになっているのでまずそんな簡単には取り外しあの誤って取れちゃったとかいうのはまずないと思います見た目は ホームページ等々でも確認できるようになってますが、まあ、なかなかデザイン的にも扱いいいやすすかなと思いますねで最後に参考までにちょっと買うまで気づいてなかったというかあのちゃんと読めば書いてたんですけども僕が買った後と少し嬉しかったのがアンカーが4つ入っていること。 この中でではちょっっとポイントは高かったです。4つ入っているので、まあ、あの1つのカメラにつき2個ずつ使えますから、まあ、合計2セットあるわけですけれども4つ入っていることで2つのカメラに対して使うことが可能になってますなのでちょっと経済的な部分でもお得感が増しますねはいでアンカーに関してはオプションで別売りでも販売してます お値段は3000円近くとまん、あ、まあな値段するんですがどうしても必要な場合別売りで買えるようになってますでこちらについているこの黒い2つっていうのは、まあ、純正等々のストラップでよくあるまあ1回通してしまったらまあ取り外しなかなか難しいタイプのストラップっていうのをピークデザインのアンカーに 変換できるるようににするアダプターになってます。なのでもし手持ちのストラップ好きでただこのピークデザインのアンカー便利だし使いたいっていう時はこちらの商品をお求めいただくと取り外しがスムーズに便利に使えるようになるかなと思いますはい本日はピークデザインのカメラストラップリーシュを紹介させていただきました カメラを外に持ち出す第一歩としてとてもおすすめできる商品だと思います。ご視聴ありがとうございました。